栃木県の高校って全25市町それぞれにあるの？え、各自治体に一つ以上あるかってこと？そうそう。一応現在栃木県には公立が60、私立が16あります。なるほど、76ですか。20年前には84校もあったんだけどね。あら、減りましたな。じゃあ話を戻して、ここで問題。全25市町それぞれに高校はあるでしょうか？いや、人の質問を問題にするなよ。でも答えはありそう。ファイナルアンサー？おお、懐かしいな。多分全部あると思う。ではまず数の多い順から見ていきましょう。やっぱり宇都宮なのね。数字の内訳は赤が公立、青が私立。人口は言うほど関係ない感じか。続いて4から2校の自治体。北の方でも結構あるのね。意外でしたか？意外でした。これが1校だけの自治体です。おお、たくさんの自治体が。町が中心となっております。そうなりますよね。さあ、これで全部紹介したと思いますか？数えてなかったな。じゃあこれがゼロの自治体だ。いや、ゼロあるんかい。以前あったけど、統合で隣の自治体に行ったところもある。なるほどね。ってことで全ての自治体に高校があるわけではない。わかりました、ありがとう。じゃあ次は小学校お願いします。いや、数が多すぎて数えるのしんどいわ。